南アジア競技大会は、南アジアオリンピック競技会が主催する総合競技大会である。南アジア地域の友好、理解、平和とオリンピックムーブメントの進行を目的としている。1984年第1回大会が開催された。参加国は、インド、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、ネパール、ブータン、モルディブの7カ国。当時は、 大会名称を南アジア連盟大会としていたが2004年に開消。また2009年2月に第1回南アジア冬季競技大会がインドウッタラーカンド州でヘラルードゥンなどで開催予定であったが2009年12月に延期されさらに2010年1月に再延期されまたさらに延期となり最終的に2011年1月に開催された競技種目はスキー スノーボード、フィギュアスケート、スピードスケート、アイスホッケーの6種目。2011年10月に第1回南アジアビーチゲームズがスリランカハンバントタで開催された。競技種目はカバリ、オープンウォータースイミング、ウィンドサーフィンなど10種目。数字は実施年を表す。9章、南アジア競技連盟。略称、SAF。 SAF Winter Games From 24 January 公式サイト2009年11月開催予定だったが、バングラデシュ総選挙などのため2ヶ月延期し2010年1月末の開催となった。もともとブータンでの開催が決定していたが、開催不能との通知で2010年にインドが開催国に変更されたと発表。2012年10月開催予定だったが、 2012年ロンドン五輪から近すぎるため延期し2013年2月の開催となった。さらに、インド五輪委員会が国際オリンピック委員会から汚職による活動停止処分を受け、処分解除後の2016年2月の開催となった。ありがとうございます。